さてそこでですね、ダライラマの生き方というのはそれをそのままですね、世界に広めるべく、設定されているのですが、ダライラマ本語の3つの立場というものはあのホームページにも書かれておりますので、ご覧になった方もいると思うんですけど、まずチベット難民としての立場から、難民のスポークスマンとしての立場から言っておりますけど、難民の王様じゃないですよ、単に難民の、気持ちを代弁する方としての立場で、この立場から法王はチベット人が現在置かれている状況というもの、それからチベット文化の普遍的な価値などを国際社会に訴えまして、チベットに自由を取り戻すための非暴力の戦いを行っております。これが一番特殊な立場です。で、それから2つ目ですが、これは一人の宗教者としての立場、この立場からですね、いわゆるいろんな宗教者と交わって、あらゆる宗教に対してあなたたちは人々の幸せに寄与するように、まあ、自分の宗教を、自分のその信じる人たちを導かねばならない、そして絶対やってはいけないことは自分の宗教のみをその真理として、他の宗教を義として貶めてはならない、間違ってもですね、そういうことに信徒を巻き込んではいけないということを言って、この立場からダライラマは自分は仏教を布教するんではないということをはっきりおっしゃってます。で、自分は人々が幸せになればいいんだから、例えば仏教の言葉を使うと、例えば輪廻とか涅槃とかいう言葉を使うと、輪廻と涅槃を理解しない人にはもう届かなくなってしまうと、だったらそういう言葉を今普通の人が使う言葉に全部置き換えてしまっても、そのより多くの人に伝わるんだったらそれでいいという考え方をお持ちなんですね。それが特に、一つ目の立場ですね。これが一番普遍的な立場なんですけど、一人の人間としての立場から、この立場からダライラマ法王は全ての人の幸せになるためにはどうしたらいいか、それはですね、やはり一人一人が、他者を憐れむこと、憎んだりと執着したりするのではなくて、あらゆる他者を憐れむこと、自分と異なるものね、それから許すこと、どうしようもないことをしている人もそれを叩き潰そうと思ったり、その憎んだりするのではなくて許すこと、それから忍耐すること、それから自分の人格を常に、自分の悪い心の性質を高めていく、なくして高めていくということを説いております。で、これはですね、先ほどの2ページ目の、3ページ目の幸福は道徳的生活から、生まれるというところの下から1行目からいきます。私はダライラマを名乗っておりますが、はい、4ページ目だからといって正しい答えが提示するわけではありません。中には心の中でこう思っている人もいるでしょう。私が正式に学んできたことから宗教や精神に関わることばかりではないかと。確かに幼い自分から私が主に学んできたのは仏教に基づいた哲学と心理学、中でも芸力派、ダライラマの属する宗派ですの先達たちが残された考察でした。歴代のダライラマはこの芸力派に属するのです。主な宗教を見回してみますと、仏教もキリスト教もヒンドゥー教もイスラム教もユダヤ教もシーク教もゾロアスター教も、全て例外なく人間が長続きする幸せをつかめるようにすることを目的としていることがわかります。私の見たところ、これらの宗教はいずれも十分その役に立っています。そう考えると、さまざまな宗教があることは良いことで有益であると言えましょう。そんなことを言って結局は仏教を宣伝したいのだろうと思う人もいるかもしれません。本当にそうではないのです。私は宗教と精神性ははっきり区別されるべきだと思っています。宗教というのはそこで約束されている救済を信じることだと私は考えます。そうであるからには一種の非現実なもの、超自然的なもの、例えば天国や涅槃のような概念を信じなければなりません。それを前提としての宗教の教理、儀式、祈りなどは成り立っています。それに対して私の考える精神性とは称えられるべき心の在り方を示しています。愛情や思いやり、忍耐、寛容、許す心、満足する心、責任感、共通性といった自分だけでなく人にも幸福をもたらすものです。儀式や祈りは特定の宗教に結びついており、例えば仏教を信じていなければ仏教の特に涅槃も救済もありえませんが、こうした心の在り方は特定の宗教や抽象的な信仰に頼らなくても人は十分に、こうした心を育てられます。宗教は人になくてはならないものではありません。本当に人になければならないのはこうした基本的な精神性だと思うのです。で、この本はダライラマの幸福論という名前で翻訳されているんですけど、これはダライラマファンデーションというですね、シリコンバレーの IT 技術者たちが集まって作ったダライラマ基金というふうなものを通じて世界中で教育書に使われています。つまりこれはいわゆる仏教の言葉を使わないで、その仏教のエッセンスを一般的な言葉に置き換えて説いているわけです。で、こういうことを申し上げますと、じゃあ仏教のことは考えていないのかって言ったらそれは違いまして、その前のページにありますけど、ダライラマは日常的にスピーチの最後に必ず唱える祈りがあります。
それはですね、国軍が存在する限り、首相が存在する限り、私はこの地にとどまって首相の苦しみを取り除こうという有名な、あのチベット人だったら誰でも読む菩薩のあり方についてとか、ボーディチャリア・アバタールというもののエコー文からの言葉です。これはですね、仏教、いわゆる自分がこの世界が存在する限り、生き物が存在する限り、私はその全ての人が救われるまでは、救われるっていうのは苦しみを感じなくなるまではここにいるっていうことを誓った菩薩としての誓いなんです。だからいわゆるダライラマはどんな立場で喋っている時でも、例えば仏教の言葉を使わないで喋っている時でも、仏の教えから微塵も離れることなく、それをですね、効果的にいろんな人たちに伝えることができている。で、最後のところでこういうエコー文を読んでいることからも分かりますように、彼のやっぱり実存は菩薩として、あの広くは世界の人々を、狭くはチベットの人々を、その救おうというその祈願のもとに生きているんです。で、実はこれは日本の仏教とも共通しておりまして、弘法大師様の国府付き、衆生付き、涅槃付きならば我が願いも付きもそうですし、これは親鸞聖人である道元禅師である皆さんのそういう考え方を持っていらっしゃるので、大乗仏教の基本的なものの考え方です。で、ダライラマ法は確かに仏教を語ることなく、例えばですね、この立場からですね、いわゆる、世界平和への貢献をしております。まあ、仏教徒以外のあらゆる人々に恩恵を伝えるために、まあ、こういうスタンスを取っていると言えるんですけれども、ダライラマは具体的には独裁政権に対する非協力、非暴力で独裁体制を変えたリーダーとの協力という極めて分かりやすいメッセージを世界中に出しております。で、それは何のために行っているかと申しますと、何て言うんですか、まず、このヨハネ・パウロ2世とですね、何年でしたっけ、お会いしてますけど、別にもちろん宗教者としての尊敬からお会いしているということもあるんですが、一つにはこのヨハネ・パウロ2世はご存知の通り、ポーランドが民主化するときに非常に大きな役割を果たした方で、このワルサさんって言いますね、ポーランドで初めて連帯という共産党と関係ない労働組合を作って、これが突破口になってポーランドの民主化が進んだんですけど、このワレサ氏がどうして力を得たかっていうと、このヨハネ・パウロ2世はポーランド人なんですよ。だからいわゆるその何て言うんですか、より高い共産党の支配に従うか神の意志に従うかって言った場合、ワレサさんはいわゆるキリスト教徒だったから、やっぱりローマ法王が出てきて恐れることはないって言われると、やはりですね、感動してしまいまして、その結果ポーランドが結果として、まあ、いろんな曲折ありましたけど、無血で自由選挙まで行きつけたんです。なので当然のことながらヨハネ・パウロ2世はこうおっしゃってます。私がよく共産党を、まあ、ソ連を崩壊させたというふうに言われるけど、私は何もしていないと、木はもともと腐っていたんだと、私はそれを揺すっただけだってすごいことをおっしゃってますけれども、そういうふうな方とはもう真っ先に、例えばですね、1989年です。ポーランドで自由選挙が行われたのは89年、今からちょうど20年前のことなんですけど、その同じ年に、まあ、ご記憶に新しいかと思いますけれども、東ヨーロッパの自由化がすごく進みます。それ例えばベルリンの壁が崩れ、チェコスロバキアで、ビロード革命が起きといろいろありますけど、そのもうですね、壁が崩れたらすぐドライラマそこ行ってベルリンの壁で何て言うんですか、攻める分出すんですよ。もう非常に分かりやすいメッセージをいつも出してらっしゃいます。で、こちらはですね、チェコでビロード革命の立て役者だったバーツラフ・ハベル大統領で、この方はですね、いわゆるチェコがまだ共産党体制だった時には、まあ、牢屋に入れられたりして苦労された激作家なんですけれども、ダライラマ法と何度も愛して非常に仲がよろしいです。で、しかしビロード革命っていう名前からも分かるように、一滴の血を流さずに体制は変わってます。で、こう例えばルーマニアなんかは結構えぐい変わり方をしたので、ダライラマはやっぱり言ってません。非常に分かりやすい。だからそのダライラマが望んでいるのは混乱ではなくて、こういう変わり方なんですよ。で、こちらは筒田主教ですね。この方はですね、アパルトヘイトを、まあ、ネルソン・マンデラ氏なんかと並んで、アパルトヘイトを廃止に導いていった、方なんですけれども、非常に彼が、非常に古い時代にノーベル平和賞をいただいておりまして、ダライラマ法と非常に仲がよろしくて、このお二人は至る所でお互い声をかけ合って、いろんな平和会議を主催しましてですね、なんていうんですか、そういうその、血を流さないで独裁体制を変えていこうっていう、なんていうかメッセージを出し続けております。